はい、どうも大佐秋葉でございます。いつもありがとうございます。ということで今回もやっていこうと思いますけども、このチャンネルでは1960年代70年代80年代90年代の音楽やアーティストを中心に、僕が誰からも頼まれてないのに勝手に解説するといったチャンネルになっておりますので、ぜひお時間ある方最後まで見ていっていただければ幸いです。ということで今回もやっていこうと思いますけども、今回はですね、引き続き桑田佳祐さんのアルバム C 第3弾をやっていこうと思います。以前はですね、ロックンロールヒーローという形で、お送りしました。そしてですね、あのね、この間行われた桑田さんのね、ブルーノート東京の、静かな春の戯れ、あれ ね僕解説した動画ありますけどもね、やっぱ桑田さんの楽曲っていうのは非常にね、名曲だらけでございまして、僕も大ファンなわけなんですけども、今回はですね、ミュージックマンというアルバムについてですね、ご紹介したいと思います。まあ、このミュージックマンというアルバム、まあ、2011年の2月23日に発売されたわけなんですけども、まあ、いろんなね、僕の中ではかなり思い出の深いアルバムになってるんですね。やっぱり桑田さんのニューアルバムって、僕が物心ついてからね、発売されたアルバムになっておりますし、やっぱり僕も宮城で東日本大震災を経験したこともありまして、でそんな中でやっぱりこのねアルバムの曲を聴くと、なんかあの震災の記憶っていうものがこう感覚的にこう蘇ってきてしまうっていうね、まあそんななんていうのかな、もうイメージがあるんですよ、僕はこのアルバムって。なので僕にとってかなり特別なアルバムになっておりますし、まあ皆さんにとってもね、すごくいいアルバムなのかなと思います。で桑田さん自身もですね、やっぱりこれあのすごく自分の中でもかなりの完成度だということでね、自賛してる部分もあってですね、やっぱりこう聴いてる側なんかもですね、歌詞もそうだし音楽性もそうだし、やっぱいろんな意味でこう桑田さんのこう才能っていうものが大きく花開いた、そんなアルバムになってるのかなと思いますけども、前紹介しました2002年に発売されましたロックンロールヒーロー以来ですね、まあ8年ぶりなんですね。8年もねアルバムソロなかったっていうことでね、まあこの間にねサザンが活動休止したりとかね、まあその中でですね、まあアルバムを作るということで、もともとですね2010年にね発売される予定だったんですけども、2010年の頃にですね、桑田佳祐さん自身こう食道癌っていうものがね、あの見つかってですね、治療をしてたわけなんですよね。なのでこうレコーディングっていうものをですね、まあ要は中断せざるを得なかったわけですよね。やっぱ桑田さん自身もこう癌とかがあったりとか、まあそういう意味でこういろんなこうなんていうのかな、価値観みたいなものが反映されたアルバムになってるのかなと思います。桑田さん自身もね、この病気でね、なんかまあ残りね何曲か作詞してなかったものがあったらしくてね、でその作詞っていうものをこう入院中にね、こうノートに書いて作詞したりとかしていてですね、こうアイディアをね出してたらしいんですけどもね、桑田さん自身ね、その前にやったこう AAA ね、アクターゲインザイーズのイベントとかね、それこそ一人紅白もそうですし、あとやっぱトラさんっていうね、音楽トラさんっていうユースケサンタマリアさんとやってるこう番組でいろんな楽曲をこうカバーしたっていうことがあってね、そういうなんかいろんな楽曲をカバーしたことによって、こう音楽を作るこういろんな多彩な音楽性っていう部分、そういったものもこうやっぱりこう加わったような、まあ、そんなアルバムなのかなと思いますけども、ということでですね、僕のね好きな、楽曲なんかをね何曲か紹介したいなと思いますけどもね、本当に大好きな楽曲ばっかで、全部紹介したいんですけどね、ちょっとこうピックアップして紹介したいなと思います。はい、1曲目ですね、 Imagine All The People でございます。現代人諸君っていうね、まあ、タイトルでございますけども、これジョン・レノンのね Imagine というね楽曲の歌詞なんかからもね、 Imagine All The People って出てきますけども、そこからこう付けられたようなもね、ものでね、小野洋子さんの承諾を実際に得てるということでございますけどもね、まあ、非常にこれはですね、こうアップテンポの、まあそういった社会の情勢であったりとか、そんなものを批判したりとか、要は批判というか問題提起ですよね、そういう形で作られた楽曲でですね、非常にこのね歌詞がねとにかく面白い、で歌詞が面白いし、その音楽性、その要は桑田さんのちょっとこう早口の部分っていうところがね、非常にこう早口ででもなんかすごい複雑な言葉を言ってるっていうね、そういうなんていうのかな、こうノリのいい言葉を合わせる桑田さんの天才ぶりっていうものがこう伺えるような、まあ、そんな楽曲になってるわけでございますけどもね、まあ、桑田さん自身もこの作詞にはねかなり時間がかかったということでね、やっぱレポート用紙ね何冊もねこうその書いてね、それでやっと作ったっていうことで、すごい歌詞がやっぱりこの楽曲って、強いのかなと思いますけども、サビのね頑張れイマジンね、明日へのトライジンっていうね、イマジンとトライジンをねかけてるっていうね、でやっぱ明日へのトライジンっていう、ね、いいですよね、トライジンね、なんかどっからそのトライジンっていう発想が出てくるんだって感じですけどもね、トライジンってね、そう要はこうね、なんかその要は昔の日本のね、なんかとトライジンっていうね、要は言葉からだと思うんですけど、そっからね多分僕のトライジンっていうね、トライしようよっていうね、明日へトライしようが、まあ、挑戦しようみたいな、そういうものもかけられてんのかなとか思いますけどもね、その当時の日本のね、なんていうかこう現状みたいなものをこう描いていたりするのかなと思いますけども、言うことがブレまくりの投資とかね、政府与党は金を搾取とかね、頼みの年金もクラッシュとかね、すごいんですよ、要はそのなんか漢字を英語で読んだりとか
か、そういう言葉遊びがなんて言っても面白い楽曲なんですよね。こう年金ね、今もらえないんじゃないかとかね、そんな話題ありますけど、やっぱ今の時代にとってもすごくこう社会情勢って、何やってんだ日本みたいなね、なんかこうちょっと酒飲みながらね、日本何やってんだよ、で、ね、俺はこんなに働いても要は全然割に合ってねえじゃねえかみたいなね、まあそんなことがこうつぶやかれてるような、そんな楽曲になっていてですね、非常にこう日本っていうものを象徴するそんな、曲なのかなと思います。ベガでございます。これもね大好きなんですね。これはまあ男女の、まあ、恋愛物語というかのを描いてるのかなと思いますけども、これ桑田さんはですね、ファンの方からもらったですね、まあ、星座の本ね、夏の星座ベガってありますけども、まあ、そのねベガっていう意味でね、すごくこう美しいロマンチックな、これはラブ模様というかね、描かれてるわけでございますけども、エロチックな部分っていうのも描かれてるんですけども、ただやっぱ全体の曲が美しいし、歌詞もねところどころ美しいっていうね、そこがあるので、やっぱり僕はこの完成度としてすごく大好きな楽曲なんですけどもね、例えばこう二人の、桃源郷と書いてザナデューっていうかね、言ったりとかするわけでございますけどもね、そしてさよならベガってね、ベガって織姫のことだから、織姫って書いてベガって読んだりね、これもまたすごいですけどもね、この曲結構このアルバムの中ではかなり大好きなんですけどもね、はい。そして続いて古の風吹く森ということでね、これもいい曲なんですけどもね、鎌倉をモチーフにしたということで、これ歌詞がやっぱね、やっぱこのアルバム通してやっぱ歌詞が僕これちょっと常軌を逸してるぐらいすごい天才的だと思うんですよ、文学的だしね。でこの曲なんて特にそうですね、ここに行き交う、今生きるも今は亡き人もとかね、お寺の鐘なる宿から海へと続く小道をね、人は素通りで魔性がバッコするのを君は見るだろうかとかね、ものすごい、何なんだろう、こう夏目漱石とかね、芥川龍之介とか、そういう日本の文豪を思いね出させてくれるような、そんな豊かな日本の美しい言葉というものが意味深に綴られているこの楽曲なんですよね。あのサザンの中でもね、あの原由子さんの北鎌倉の思い出という楽曲ありますけども、まあ、あれにも似てるのかなと思いますね。鎌倉という街はね、こう現代と過去がこうある意味こうすれ違うような、そういうちょっとなんかこう神秘的なものをね感じるような、そういうなんていうか鎌倉のこういでたちみたいなね、そういう部分っていうものをこう美しい歌詞にこう表した楽曲なのかなとも思ってます。やっぱりこう今我々が生きてるっていうこの世の中と、過去にね生きてきた人たちのある意味こういうすれ違いみたいなね、そんなこう奥深い歌詞なんかがやっぱりこう出てるのかなと思います。桑田さん自身ね、サザンをこう作ってる時に思い浮かべたって言ってますけどもね、まあ、サザンっぽさというか、やっぱりこう湘南的なイメージもやっぱりこの歌にはありますし、すごいこうミドルテンポで聴き心地も良くてね、大好きな楽曲なんですけどもね。で銀河の星屑ね、これもまたすごい大好きな楽曲でございます。これもねまた深いんですよね、要はこの死後ですよね、死んだ後の世界っていうものをこうイメージした楽曲になっていてですね、あのバイオリンの感じがすごいなんかこう美しかったりするんですよね。でこれアップテンポでライブなんかでも結構こう盛り上がる時にこう歌われるっていうねイメージがあるんですけども、なんていうかこう楽しいこうちょっと昔のね宴みたいなね、ワイワイやってる宴みたいな部分と、そしてこう死後の世界っていうこう楽園極楽浄土みたいなね、そういう日本のこう昔ながらのこう物語みたいな、そういったところと宴っていうものをこう混ぜてるようなね、そして音楽性っていうのはこう現代っぽかったりもするしね、ストリングス美しかったりとか、本当天才的だなと思いますけどもね。続いてグッバイワルツでございます。この楽曲もまたね大好きなんですね。この間のライブでもね歌われてましたけどもね、桑田さんがね病気した後に作られたあの歌詞なんですね。でやっぱりすごくこう自分自身の励ましの意味なんかも込められてるということでね、僕はねやっぱこの歌詞はね前の動画でも言いましたけどもね、桑田さんの作詞のもう最高峰だと僕も思ってるんですよね。生きてるってことをですね、こう憂う部分もあり、そして励ます部分もありっていうか、桑田さんのこのありのままのこう要はいいとこもね、醜いとこ悪いとこも全て含めてなんか赤裸々に、そして美しい言葉で綴られてるっていうのがこの歌の特徴で、やっぱ音楽性としてもですね、和的な要素っていうのが強いんですよね。伝統的な日本のこう音楽性みたいな部分っていうのが出ていてですね、こう暗い感じの曲ではあるんですけども、日本のこう奥ゆかしきこう文化みたいなね、そういう潜在的なものがこう伝わってくるような、そんな感じの楽曲でございますけど、僕が好きな歌詞がですね、この国に生まれたらそれだけで幸せ
せと言えた日が懐かしい、川に浮かんだ月にはなれず時に流され参りますというね、すごいですね。ここはその年齢的価値観とかね、やっぱ病気したっていうところもこう入り混じってね、なんか自分自身っていうものがこう年老いてきて、いろいろ物の見方が変わってきてみたいなね、そういう部分なんかもあるのかなと思いますけどもね。まあグッバイワルツっていうね、なんかところでこうグッバイだからもうね、さよならワルツっていうことなんですけどもね、なんかこう自分の今までやってきた、桑田さん自身がやってきたこう音楽の今までのね、この売り上げとかそういう要は成績とかね、そういうものがこうバックボーンにあって、その中でこうこれからの時代桑田さんとして自分がね、こう音楽としてこう携わっていく中でのこう葛藤とか迷いっていうのもなんか現れてんじゃないかなって僕勝手に思ったりしますけどもね。はい、そして続いて傷だらけの天使でございます。これもね、大好きな楽曲なんですけども、もともとですね、あの水谷豊さんとか萩原健一さんがね、まあ出てたドラマがあるんですけども、傷だらけの天使ってね、そこからやっぱ来てんのかなと思うんですけども、男同士が振られた男にね、友達にね、いやお前そんなんでくじけんなよとね、これ女なんていっぱいいるんだからみたいなね、酒飲みながら大丈夫だよお前ね、振られても元気出せよみたいなね、そういうなんか感じでですね、横浜をまあ舞台にしてるんですけども、そういうなんかちょっと桑田さんにしてはちょっとまあ祭りの後とかもそういう部分あるのかと思うんですけども、こうちょっと珍しいですね、男女の恋の物語というか、こう失恋した男を慰めるっていうね、そういう歌なんです。すごく僕もこれ友達にね、失恋した友達にね、カラオケでこう歌ってたんですけどもね、ねこれを祭りの後とね、この傷だらけの天使をね、振られた男にね、慰めの意味で歌うっていうね、僕の鉄板なんですけども、これもまたいいんですよね。こうスローテンポでですね、ちょっとこう拳が効いてる演歌っぽい感じもあってね、すごい大好きなんですけどもね、失恋した男がいたらこの歌を紹介してあげてほしいななんて思いますけども、続いてそれゆけベイベーね、もう名曲ですよね。これ紅白歌合戦ね、復帰活動復帰した2010年の紅白歌合戦でですね、本当は怖い愛とロマンスというと一緒にこう歌われた楽曲になっております。まあ、非常にこれ音楽性としてはエレキギターのね、弾き語りなんですね。弾き語り形式でやって、途中こうノイズとかですね、足踏みする音なんかも入っていてね、そういうのもこうあえてこう取り入れててですね、それも味があっていいみたいなね、まあそんな感じでございますけども、2007年にですね、年越しライブってね、桑田さんソロのライブがあったんですね。呼び捨てでも構いませんライブね。でその時にですね、最後ね、最後の最後にこうギター一本でね、こうね歌いますかつってこう弾き語りで希望の轍を歌ったんですよ。でそれが多分ね、なんかやっぱヒントになったという風に言ってますけどもね、歌詞がなんといってもこうすごいですね、とか全部歌詞がつってますけど、この歌はやっぱちょっとストレートっちゃストレートで、すごくこう僕は人生の励みになります。だって一番最初にね、なんかね、適当に手を抜いていこうな、ね、真面目に好きなようにやんなとかね、我ゆく旅の道中は予期せぬことばかりね。いや、いかにもこう桑田さんがね、今までこう築き上げてきた歴史のねこととか、サザン等のこととか、いろんなことをこう踏まえてこう言ってるから、説得力がものすごくあるんですよね。歩みを止めたきゃいいな、悩み大きい時こそ笑いなとかね、すごい僕励みになるんですよ。大好きで弾き語りだし、なんかやっぱこう歌詞の世界観っていうものにですね、弾き語りだからこそこう没入できるというか、集中できるっていうね、そういうなんていうのかな、効果もあって、まあ僕もやっぱ嫌なことがあったり落ち込んだりした時に、今日は桑田佳祐さんに励ましてもらおうって言った時にね、この楽曲再生することが多いんで、ぜひね、今うまくいかないやとか、人生どうしようとか悩んでる方は、それいけベイベー、これ名曲なんでぜひ聴いてみてください。で、悲しみをこんにちは、これも名曲ですよね。まあこれもすごくこうカントリーな感じがあってね、洋画の映画の中に出てくるような、まあそんなちょっと爽やかなサウンドになっておりますけど、もともとですね、映画あるんですよ、昔のね、同じタイトルの映画があるんですけどね、すごいライブでこの間結構前に歌った時は嬉しかったなと思います。やっぱ音楽性もいいし、ちょっとねこうみんなでこう肩組んでこう歌ってるような、そういうイメージも出てくるようなね、楽曲でございますけどもね、好きな歌詞はね、人生は見た目通りの、退屈で野暮なドラマね、涙なんて気休めか嘘、とわの愛など絵空事だよっていうね、ある意味こうちょっとね、今までのこのロマンスってものをこうちょっと否定した言い方っていうのが僕結構勇気づけられ
られたりするんですよね。そうだよなと、こんなに落ち込んでるけど結局愛とかっていうのはそらごとなんだろうなっていうね、まあそんな、まあそんなことはないんだろうけども、そういうなんていうのかな、ちょっと楽観的に考えるっていうか、ちょっとねマイナースに考えるってことも時には大事なのかなと思ったりしてですね、大好きでございます。そして最後ミスタームーンライト月光の聖者たち、これはね僕動画でも紹介しました、あの一本の動画で、やっぱりこれもね、まあビートルズの、来日公演のね要は様子であったりとか、まあそんなことがこうあの背景にあってね、そしてこう自分がね年齢重ねて今の年になって改めてこう時代変わったなみたいなね、それでまあそのミュージックステーションで愛子さんがね歌って号泣したりとかしてね、この歌を聴いてとかいろいろあって、本当いろんな方にこう影響を及ぼしているね大切な曲で、僕にとっても大切な曲でですね、まあぜひミスタームーンライト解説した動画があるんでそちらを見ていただければと思うんですけども、ということで今回はですね桑田佳祐さんのアルバム誌ミュージックマンをお届けしました。またやっていこうと思いますのでよろしくお願いします。ということで今回は以上になります。ありがとうございました。